ホクホクで美味しいな。美味しい。ちゃちゃ。
わあ、美味しそう。天ぷらも揚げたてやな。めっちゃ美味しそう。炊き込みご飯もあるな。これがいい匂いしてたんだな。食べよう。はい、いただきます。これ冷蔵庫に入れといてもらわなあかんやつ。肉とケーキとブロッコリーと卵のサラダ。ありがとう。めっちゃ嬉しい。嬉しい。これ手作りのため。それはあの家で作ってきた天ぷらからいただこう。熱々じゃないけどサクサクで美味しい。全然姉ちゃん会ってないじゃん。そうやな、お姉ちゃんとは長いこと会ってないな。じゃがいもホクホクで美味しいな。うん、ホクホクやろ。うん、うん。これお魚の炊き込みや。うん、サバ。サバが一番好き。あ、そうなの。うん、鮭が好き。あ、ブリ大根は要する。今ブリが安いから。あ、そう、安いから。前の家の隣のさんでしてる、あの知らん。お兄ちゃん2人いてて、覚えてないか。あ、お兄ちゃんイケメンの人。うん、そうそう。他の子はもう結婚して離婚してる。うん、子供見てんのにな。で、明太子と大葉。大葉やんな。うん、ご飯に合いそう。うん、上品なお味やな。しまきもよくもらって。明太子と大葉の天ぷらはお弁当に入れて食べても美味しいな、これは。そうやな、うん、このブルーサルビア、かわいいやろ。これもパンケーキ食べる。うん、これもあれやね、あの、うん、ファームズブルーサルビア。ちょっとパープルやけど、はい、名前はブルーサルビアやね。なんかブルーとか紫かわいいやん。かわいいやろ。植物育てるの上手な人いいな。ネモフィラの株をくれって2株。これもかわいいやつやね。よう食べた。よいしょ。紅茶。いやー、コーヒーの方が好きかな。美味しかった。ごちそうさまでした。このグラスもかわいい。それかわいいよ。うん、かわいい。めんちゃんにさ、あのエコの写真送ってもいいかな。いやー、でもさ、他人の子供いや言ってもほんまに宇宙人みたいやったからな。コンビニスイーツやし。あ、コーヒーありがとう。もうちょっとしてからいただくか。うん、うん、おいしい。ちゃちゃ。ご飯食べる？返事するから可愛いな。呼ばれっぱなしで悪いけど、そろそろおいとまするわ。またね。またね。うん。ありがとう。はい。じゃあまたね。ありがとう。じゃあね、バイバイ。